個しか使ってくれない感じ。ああ。なるほど。あは、わかった。複数人。あ、やっぱそこしか使わない。まあ、要改良ですね。で、肥やし団子を作る。あ、肥やし団子じゃなくて草原団子ね。あ、でも、あれだな、ミミズさんをなんとかする前に、ちょっと拠点直そう。まあまあトイレとかもね、5個かな作ったから、まあ大丈夫でしょ。で、あっちもちょっとヘイトが来やすくなったから一応、まあ、3枚くらいかな壁やって。よく拠点レベルが上がると、領地広がる？なんか、白いブロックが半端に出てると思うんだけど、まあ矢印やってるかな？あそこぐらいまでなんか拠点扱いっぽかったんだよね。で、前やった時は、お祈り部屋？ドラキのトーテムがあるところくらいまでだったんだよね、大体。ってことはこっちも、なんか部屋作るのに使えるよな。まあヘイトの観点で畑はまあこの辺になんのかな。てかこんだけ入り組んでるとババコンガの実が鳴った時やばいんだよね。全然そんなこと考えてなかった。定期的になるのよ。多分あれ放置してると大きくなっちゃうんじゃないのかなと思うんだよね。拠点内のババコンガの実、しばいた後に、外にもババコンガの実ができてて、で、後から気づいたんだけど、なんか大きくなってたんだよね。それは、拠点の外だからでかいのか、放置してたからでかいのか、まあ、そこはちょっとよくわかってないんだよね。っていう感じかな、現状。で、なんだっけ？ミミズ？集合。よし。作ったよ。そう。これで集合させると、クエストとか楽だよね。あ。あ、作ってないか。あ、2個作ればいいんだよね。肥やしはだいぶ。使えばいい？じゃ、この辺適当に草原にしとく？いや、あっちはもう、いや。2個だからな。適当に緑にしておくか。えい！よい。あとは、まあ、この辺は何あ？僕いくらでも草原を作れる。いつかモンゾーラ中のみ、地面を草原にするんだ。その夢は応援してあげたいけど、心の中で応援するね。何？びっくりした。噂の草原団子っていうのが完成したんですね。でもなんだっけ、マドハンド？泥の手から、変なのあれ持ってこなきゃいけないから、
めんどくさいんですよね。え、あれあれって何です？うんちです。おほう。え、マギちゃんもご興味が。え、腐った土を破壊していけば。え、いや、でもさ、でもあのね、ふん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 、なんか位置がずれてる？あれ？あ、これ下が草原になってんのか？あ、でも、あ、これから草原にする段階か。え、島を緑でいっぱいにして、いずれ、そうなんだよね、花。どっかの看板に白い花がうんたらって言ってたよね。お花ですか？私今まで一度も見たことがありません。え、マジ？確かに、花生えてないんだよなぁ。私、マジで。え？いや。マジ。うん、いや。恐るるに、足らないと思うが、大丈夫かな。いや、一旦。だって一回食って、セーブして、なんかあれだな。ハッピーのかけらが。いや、あ、でも待って。もう夜だからみんな寝よう一旦。戦いに時間かかったら、クソうざいので、寝ます。朝にしよう。やだな。戦いやだな。セーブをして。挑むか。てか、拠点レベルマックスになったから、ちょっといよいよ臭いよな。大丈夫かな。そりゃ、いや、多分、そんなに、今の私は弱くないと思うんだ。わかってるんだ、それは。心の問題なのだよ。よし。え、ちなみに、皆さん着替えられたりとかはないですよね？念のためね。念のためね。やだな。やだな。やば、いよいよ本格的に私たちの農園をぶっ壊す気かな。やだな。もはや、やむを得まい、教団の者どもを返り討ちにするがよ。マギちゃんがそれを言うんだ。いや、もう仲間だからね。うん。武器は用意してくれてるよね。いや。大丈夫だよね。持ってる限り。あ、待って、あの人。あ、この一人。そっか。最近、あの、加入した方とか、持たせてないけど、やれる。やれるよ。あ。待っててくれる？ちゃうちゃうちゃう。この方、多分。そうだよね。多分、こう、怯えてない方が、うん、持ってる。持ってる。準備運動してる人たちが戦力ってこと。大丈夫だね。君も怯えてるね。大丈夫だよね。ちょっと待って。我が名はセーブ中。でもこの回復薬っていうのは純粋に回復量が
すごいんだけど、味方に使えたりしないのかな。あ、味方も傷つくわけじゃない。大丈夫。大丈夫。うん、持たせたよ。やる気十分な子たちが戦力ってこと。よし、最近は暴れ足りなくて、体がなまってたんだ。そうだよね。指導くんの武器もマックスハート。ゴー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 。あ、ちょっと。あ、こっちで。はい、終わりじゃ。ね、ちなみに茨のダメージ受けてない？みんな大丈夫？えい、こっちで戦おう。いや、痛い。よし、みんな大丈夫？あれ、スタミナ増えてない？雷からやる。あ、でも待って待って、来い。あ、こいつ。こいつは拠点破壊能力があるから。これででもでかいの出てきたから終わりじゃない？みんな、あ、ドルトンさんが。ああ、怖かった。やだな。薬草狩りに行くか。スタミナ上がった。うん。見逃した。エビチリさん、またハーゴン教団の魔物たちに襲われてしまいましたね。怖かった。残念ではあるが、これも仕方のないことであろう。そう簡単に理解し合えるはずがない。理解し合いたいよね。だってあの人たちだってお腹空いてるでしょねえ。エビチリよ、このモンゾーラ教区は総督たるヒババンゴ様が治めておいでだ。わしは所詮副総督に過ぎん。ヒババンゴ様は今は島におられぬが、ご説明すれば？絶対無理だと思うけどな。完成した退治を前にわしが話をする。まずは急ぎ退治を完成させるのだ。で、マギール貴様、いつビルダーになるんだ？マギちゃんも。ものづくりするの？そうですよ。マギールさんもこの農園の仲間なんです。私たちと同じビルダーになってください。破壊の権化たるこのわしがビルダーになるだと。いや、ちょっと難しいかな。あ、え、それも面白いかもしれぬ。すぐにとはいかぬが、考えておこう。マジか。次なる2種類の種探しといきましょう。やりますよ。えいえい、おう。よし。はい、まずは修正していかないといけませんね。
あとは？まあまあ、こんなところか。うん、できるのはこんなところだな。クエストをこなすんだな。一旦落ち着くか。ま、セーブだな。ま、ひとまず、あれね。クエスト聞くところから始めよう。誰？クエスト出してんの。エビチリさん、教団の魔物たちを追い払えてよかったですね。結構ダメージ食って。出たよね。いや、ちょっと間空いてんだけど。こう、これまでの経験というか、ビルダーズよりは、結構優しめなのかなっていうおごりだよね、あれはまさに。いや、気をつけてこう。魔物の動きを見るのが大事よ。そこでと言ってはなんですが、この辺りで胎児を育てるための、そうなの。そう。チャコちゃん、そうよ。いよいよ、トマトとカボチャよね。私、新しく来た農民の方から、まだ見ぬ種の情報を聞いたんです。失われたカボチャの種、密林？アマゾン？アマゾンで注文できるってこと？あ、なんかブロック落ちてる。ん？知って自体の30個？え、君は？うひ、エビチリさん、またしても教団の連中に襲われたっすね。みんな無事でよかったっす。そういや、エビチリさん、チャコさんが大樹のお題を達成したら、はい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 。あ、やっぱもう少しなんだ。5個あるうちの農作、持つが3個いけたから折り返しだな、そろそろと思ってたんだけど、あー、あの橋ね。ん？どっから来た？クックック。え、湿地帯の東には教団が破壊するまで一面のトマト農園が広がっていたと聞く。移したなら、え、まあ、あれはあれか、麦くれよって言ってる人か。いや、時間が時間だけど、多分ここにいたら襲われるんだよな。いや、どうかな、時間。襲われんのが非常にうざいわけですね。で、あっちか。ちょっとこの時間はきついよな。ちょっとこの辺刈り取って、なんか魔法の音がした。いって薬草落とさへん。え、あのビルダーズ方式でいくと拠点にいなければ多分大丈夫だと思うんだよな。
キャンプセット持っていくか。あとは明かりか。明かりちゃん。やべ、松明1個しかないや。あ、これもらえる？あ、よっしゃ、薬草落とした。いや、ちょっと行くのやめとっか。あんまり、この辺も略奪しようかなって思ったけど、ちょっとマギちゃんのお家壊すのもかわいそうだなぁと、ちょっと善人ぶったりもしつつ、いや、この辺はいいか。多分この麦、なんだっけ、麦袋みたいなのもう部屋のグレード上げるのにいるよな。あれ、ネズミか？てか、やばい。部屋がマジで寒い。ここで寝たらどうだろう。ちょっと寝ちゃおっかな。いや、行くか。大丈夫。まあ、おごりかもしれないけど、一応死神とは戦えるから。まあ、とにもかくにも橋だよな。ここから降りるのはちょいと無謀か？いや、行けると信じてるんだが。いや、あいつ何？あそこだよな。お、大丈夫だね。ゴゴゴゴゴゴゴ。いや、走れるっていい。くそ。お、ネズミ。何人間、僕、おネズミの、ネッツ整いましたみたいな。南に行くと、トマトの上の跡地があるよ。昔教団がぶっ壊したから跡地なのさ。オッケー、行こう行こう行こう。どっか泊まれるとこはないかな。待て、セーブね。
ゴーゴーゴー、とにかく進め。なになになに、ちょ、登れない。あ、え、近くない？なになに、見つけた？なんのアイコンだろう。あざーす。いや、結構近所だったな。ほら、また新しい種を見つけたんだな。トマトの種か。ポンペの野郎が言ってやがった種だな。なんか育て方が特殊なんだっけ。え、オッケー。あ、なんか棒が刺さってる。これなんだ。こんなところか。オッケー、よっしゃよっしゃ、来た。これ導きの玉を起動した。これでもう何も怖くない。え、君話せるの？え、あ、こんにちは。やだー、怖い。まあ話せるならいいか。お前そんなにこやかな顔で奥様に声をかけるとはいい度胸だな。それで何か用か。あれか、トマトの育て方をご存知なのはあなた？ん？新しい胎児を育てるために種と畑作りの方法を探しているだと？お前大胆なやつだな。島じゃ教団の教えが信じられてること知ってんだろ。君は教団の方じゃないワンちゃん。まあいい、お前の大胆さに命じて許してやる。ついでにいいこと教えてやるぜ。ん？ふん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 。また来い。そしたら育て方を教えてやるぜ。おお、なんだよお前、それトマトの種じゃねえか。しれっと持ってるじゃねえ。持ってるんじゃねえ。ほうほうほう。トマトの作り方を教えたくなるような人間がようやく現れたぜ。さあ、作り方を教えてやる。頼ます。あー、畑の支柱。そんなところまでこう、現実再現というか、すごいな。ちなみに水は土の周りに溝を作って流しておけばずっと乾かない。この辺りの地面にぶっ刺さってる。取ってきて使えよな。立ててからね。持ってるよな。ちょっと待って、犬落とした。あれ、靴下。あれ、靴下。あ、いや、違う。下の声がするけど、ここもこれで良い。え、靴下。靴下。あ、宝箱に反応してんのかな。あそこ宝箱。あ、いるいるいる、靴下。ひょっとしたらこれでトマトとやるが育つんじゃねえか。植えたよ。ぐはは、お前偉いぞ。うまいことトマトの畑を作れたじゃないか。それでトマトが育つはずだ。これでマギールが言ってやがった。
トマトの育て方は分かった。この柱の作り方ってエビチリ思いつかない？どうせ木なんじゃないの？ところでお前その手つきそのハンマー、さてはビルダーだな。やだ心配するな。俺は教団とは関係ない。昔からここに住む地元の魔物だ。でもあれ、あ、カニか。あそこなんだ、別のエリアか。まあ、よい。この島は昔とあるビルダーが開拓したんだ。島はそいつのおかげで栄えたのさ。寝ぼっけ顔でむっつりスケベなやつだったが、それウニ丼だったりする。むっつりスケベいいの、シド君はいいの。知らなくて。俺はそいつが作ったトマトの味が忘れられなくてな。だが自分じゃうまく作れなかったんだ。うちの地元来ない？君絶対戦力になるって。だから今お前が植えたトマトが育つのを楽しみに待たせてもらうぜ。もっともっとトマト作れよな。俺のこの太い指じゃ植えられねえからよ。よっしゃ。あとはそうだな、東？畑を作るのに便利な肥料。ああ、知りたきゃ。何？湿地帯のことって。あ、柱？やっはー。しゃ、来た。靴下ちゃんが、そうよね。はい。じゃあもう一回話しかけて、マギちゃんの家に一泊するか。教えて。密林地帯。あ、でもリリパッドってさ、有効的なんだよね。有効型なんだよね。赤石だらけの墓場半島。くっそ不穏。半島の奥の墓場に。東の洞窟。あ、待って、なんか来てる。これはなんだ？いや、ここで一泊します。どこだっけ。泊まりに来たよ。地元帰るとさ、魔物食っからよ。てかマジで、部屋が寒くてさっきから震えが止まらない。何？よし、寝るか。おやすみ。トマトの種、あれ、いくつ ?25?10?50? あれ、何個だっけ？最終的には、50個ぐらい。長押しでマップか。あと、
うん、ここ行って、東。あ、でもあの人もなんかクエスト出てる。主婦は忙しいわ。またここは変色で困るわ。うんうんうん。私ってば、お料理疲れと気疲れで今にも倒れそう。甘いもの？飴？ブツブツ。あら、あなたそれってキャンディーじゃないかしら。1個でいいの？いいよいいよ。いや、キャンディーは空腹度的にはちょっとコスパ悪いからな。これで日々の疲れも癒せるわ。あなたにお礼をしなくちゃね。とまっしょ、あざーす。で、ほいで、ほいで、東なんか、その細いところも、ちょいと臭いか。まあ、一旦洞窟行ってみるか。ん？なんかクエスト出てる人が、いるが？ん？なんか知らんのおる。いや、うるさい。こんにちは。俺、悪いオークじゃないど、自然を愛し、自然に愛された。え、なんだっけ？筋肉を愛し、筋肉に愛された男、あの、芸人さんのね。俺、知っているだ。お前、トマト育ててくれたんだろう。俺に俺からいいこと教えると。お前、野菜を早く育てたいと思ったことないか？うんうん、臭い粉。肥やしか。うん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 。俺、あの臭い粉、もう一度見たいと。肥やしは持ってるな。ここで作れる？いいね。え、靴下今どっか。どっかで泣いてましたね。おお、この匂い、臭い粉作れたのか。お前なかなかやるな。あれ、ここ広い。え、寝床あるけどあれ寝れないよな。マック？あの臭い粉畑に撒いたんだな、お前臭い。ムカつくな、こいつ。臭くないもん。解説とお礼してやる。うんうんうん。腐葉土。はいはいはい。4倍？通常の4倍ってこと？木だってあっという間に育てられるぞ。木？簡単に作れたな。俺、綺麗好き。素手じゃあんな臭い子やし、触れない。お前、本当に。ね、馬鹿にしてる？馬鹿にしてるよね。うん、けど俺、綺麗好き。それに、ほう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 。おかしいだ。俺、自然を愛し、自然に愛された自然派多くなのに。ちょっと自然派って、で、何？オーガニック好きと言いますか。ちょっと怖いよね。あ、30個？いいじゃん、いいじゃん。木を育てられる。とりあえず、リリパットさんの、ところに行けば良いのよね。まあ、ここは、特に略奪できるものもないかな。あれ？
あれ？これ山越えした方が早いか。お、まあ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 。あ、やべ。こっちの方が早いんだね。